拡張するような表現ができたらいいなと思います。両親がミュージシャンで、まあ、祖父は結構レコードコレクターだったってこともあって、まあ、音楽に囲まれて育ったんですけど、なんでその、まあ、10歳の時にパソコンでプログラムもやってましたけど、ヤマハの DX7 っていうシンセサイザーが家にあったので、まあ、それでサウンドのプログラムをやったりっていうようなこともやっていました。で、まあ、それはでもプロジェクトではなくて本当家にあったからやってたっていう感じで、音楽のそういう活動でいうと、まあ、高校生の時の DJ が一番最初ですね。大学に入ってもジャズのバンドをやったりとか、DJ をやったりっていうのをやってたんですけど、まあ、それと同時に大学では数学を研究して、まあ、それを一緒にしたいなっていう思いは大学の頃からあって、音楽だったり映像の表現をやるかってことを考え始めたっていう感じですね。まあ、僕は本当 YouTube に2006年からずっと実験の動画を上げてて、まあ、その時自分が興味があるものを、まあ、動画で撮ってアップすることが、まあ、その日記みたいな感じにもなっているので、やっぱ運動屋に電気を送ると手が動くみたいな実験とかがあるんですけど、まあ、それ2009年ぐらいからやりたいと思ってやっていて、まあ、作品としてはまだ発表してなくて、まあ、ただ15年ぐらい経ってるけど、まあ、まだそういうプロジェクトやってるんですね。で、アートの世界だと、まあ、15年同じことずっとやっててまだ発表できないとかってありますし、あともともと僕数学の世界にいたので、数学は本当30年かけて一つの問題解くみたいなこともあるので、なんかそのプロセスが長いことに関しての、まあ、訓練とかそういう忍耐みたいなのはなんか数学から来てるのかなという気もします。僕たちがやってることって、まあ、本当に新しいことをやろうとしてるので、やっぱ過程を見せないと何が起きてるかっていうのは見えないこともあって、まあ、失敗してるものとかも、まあ、普通にアップしてるので、普通の人だったら多分見せないと思うんですけど、まあ、でもそうですね、失敗の中にも学ぶものがたくさんあるし、あとやっぱ実験してる時が、まあ、自分的には多分一番モチベーションが高いフェーズで、なんでそういうところも見てもらいたいと思ってやってるのかもしれないですね。まあ、Rhizomatiks はグループ全体でいうと60人ぐらいのチームで、映像作家もエンジニアもプロダクトデザイナーもいろいろな才能が集まった集団なんで、自分一人ではできないことをいろいろとチャレンジができるっていう感じですね。去年、バルセロナのソナーっていうフェスティバルでパフォーマンスした作品があるんですけど、それは AI を使った作品だったんですけど、まあ、半年ぐらい経って使える技術も変わってきたので、まあ、それをアップデートして、まあ、今年は何か所か海外でまた発表したいと思います。最初にやってたのは、音楽を聴いて頭の中でいろいろイメージを想像すると、でそうすると、まあ、音楽聴いた時に映像が思い浮かんだりとか、そういう体験ってあると思うんですけど、まあ、その体験を、まあ、機械を使って、例えば僕が自分の好きな音楽を聴いた時に頭の中で何を思い浮かべてたかっていうのを、まあ、取り出すことで、まあ、言ったらその音を映像に変換する装置を作ることができる。だからもう脳を介して音楽から自動でミュージックビデオを作るみたいなことができるんじゃないかと思って始めたのが、このプロジェクトのスタートで、そこから、まあ、振り付けのプロジェクトを始めたっていう感じですね。これこそ多分みんなが思っているテクノロジーが早く追いつかないかなっていう課題で、その夢で何を見てたかっていうことを、まあ、後から調べることができるとか、頭の中でこうやって考えただけでその人が何を考えてるか、その活動を分析することで分かる。で、まあ、それは、まあ、ある種夢の技術でいうと、まあ、ドラえもんの世界だと思うんですけど、まあ、そういったものがここ最近機械学習、まあ、AI の技術を使うことでできるように、まあ、なり始めたという感じです。そういうことを実際に研究している、京都大学の雪安上谷さんという、まあ、研究者の方がいて、でその方はその FMRI、ファンクショナル MRI を使って、まあ、脳活動を、取得して、まあ、それを分析することで、まあ、その人が今何を見ていたかっていうことを
を、まあ、脳活動から推定することができる、技術を、まあ、京都大学で、まあ、持っていましたと。で、まあ、そこに、まず最初アプローチをして、その振り付けのプロジェクトを始めたという感じです。 MRI の中に入ってで映像を見ますと、で MRI のデータとその見ている画像のデータが、まあ、ペアでたくさん集めることができると、まあ、その次は脳活動から何を見ているかということが、まあ、推定できるようになるっていう、研究がありますと。僕も実際に30時間近く MRI の中に入って自分の脳活動を、取ることもしました。もともとはやっぱ音楽が好きで音楽を作ってたんですけど、音楽ってもうフォーマットも決まってるし、まあ、すごく制約がある中で表現しなくてはいけなくて、まあ、自分はその中で活動する才能はまあちょっと、まあ、自分ではそこまで恵まれなかったなと思ったので、なんか音楽を使うけど音楽を拡張するような表現とか、まあ、そういうものができたらいいなと思ったのはありますね。